ギャレット・パトリック・スタッブスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のヒューストン・アストロズ所属。南カリフォルニア大学時代の2015年には、全米の大学野球の最優秀保守に贈られる賞で、ある、ジョニー・ベンチ賞を受賞している。2015年の MLB ドラフト8巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、 プロ入り。契約後、参加の A-9 トリシティバレーキャッツでプロデビュー。A 級クワットシティーズリバーバンディッツでもプレーし、2球団合計で36試合に出場して打率。263、7打点、3盗塁を記録した。2016年は、A 級ランカスタージェットホークスと AA 級コーパスクリスティフックスでプレーし、 二球団合計で87試合に出場して打率。307,10本塁打、54打点、15盗塁を記録した。2017年は AA 級コーパスクリスキとトリプル A 級フレズノグリズリーズでプレーし、二球団合計で98試合に出場して打率。232,4本塁打、37打点、11盗塁を記録した。2018年は、 トリプル A 級フレーズのでプレーし、84試合に出場して打率。3 1十4本打、三38打点、6盗塁を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は開幕をトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスで迎え、誕生日である5月26日にメジャー初昇格を果たした。 メジャーデビューとなった5月28日のシカゴカブス戦では9番保守で先発出場すると2回裏の初打席でメジャー初安打となる敵時打を放った。この年メジャーでは19試合に出場して打率202打点1盗塁を記録した。ありがとうございます。